悠仁君って身内からも呆れられてんじゃないのかなって思うんですね。身内は宮内庁ですけど、宮内庁も神みたいに崇めるのは大変なことだなって思うわけですね。神童扱いしなければいけないですからね。悠仁親王殿下はご誕生になる前の時代のいわゆる昔の蔵神関心をお持ちで、えらい何でも関心をお持ちですよね。そんな大して持ってないでしょ。かつての建物のミニチュアを作ろうとお考えになりましたと。考えないと思うんですけど、そんなことを。できるだけその時代の建物に近づくよう図鑑などで調べたり、ご家族に聞かれたり、周りの人々に相談をしたりしながら、それも怪しいんじゃないのかなって思うんですね。極めて疑問ですよね。間取りをお考えになって、屋根、壁、床や畳、また台所で使うかまどや水がめなどの小物の製作に丁寧に取り組まれましたと。今回は台所の道具や井戸、お風呂などを中心にお作りになりましたけども、相当精巧ですよ。作れるわけないじゃないですか。他の部分についてもこれからお作りになる予定であると。ご家族そして職員も制作に協力し、楽しい時間をお過ごしになりました。99% 職員さんなんじゃないのかなと思いますよね。職員さんの手柄を横取りしてるわけですよ。もう断れる立場でもあるんですよ。論文出してる時点でかなり確信犯なんじゃないのかな。親の影響が色濃く受けているし、気の毒なところはあるかもしれませんけども、それが言えるのはせいぜい14とか13ぐらいだと思うんですよ。4月にやったら高3でしょ。中学校卒業して職業に就いてる方もいらっしゃるわけですから、未成年であるとはいえ皇族なんですから、年臣愛子内親王殿下って立派じゃないですか。悠仁君は一体何をしてるのかな。子供っぽいというか、本当に皇族なんですから、一応皇族なんですから国民の象徴であられなければならないですよ。人格的にも形成されてないといけないし、徳も積んでおかなければならないと思うんですけど、その気配が全く見受けられないです。大丈夫なのかな。全然育ってないじゃないですか。インタビューされてもあんまり答えることもできないし、こういう風に下駄履かせてきたのが悪いんじゃないのかなと思うんですよ。挫折できてないんですよね。失敗させる経験って人を大きく育ててくれると思うんですけども、職員さんが手伝っちゃうからポンポンいっちゃうんですよ。これはかなり弊害だと思いますけど、とんでもないものになってるんじゃないのかなって今思ってますから、多分成人したらすごいと思いますよ。予想ですけど。あと6ヶ月ぐらいしかないですからね。その時わかるんじゃないですか。2017年、家のミニチュアは再度展示されましたが、説明にはやはり職員も協力という記載があったと。昨年同様、ご家族の皆様、そして職員も協力し、楽しく制作されましたってあるんですけど、バラされてるんですよ。前室の宮内庁関係者はこう語ると。ミニチュアとはいえかなり大きな作品で精密なものでしたと。ただ、振り返ってみますと、秋篠宮ご夫妻は以前から作品作りに職員が協力するのは当然のことというお考えをお持ちになっているように思いますと。お父さんお母さんが夏休みの自由工作、手伝う話じゃなくなってるわけですよ、今や。論文まで手伝ってるわけですよ。おかしいでしょと。どう考えても悠仁君の功績ではないですよね、あれは。今回のトンボ論文の筆頭著者が悠仁君になっていることに疑問を感じた国民もいるようですが、秋篠宮ご夫妻は特に違和感を覚えられなかったでしょう。恐るべき記載があるわけです。これを見て東京大学の人は何を思うのかな。普通の子は一人で書いてますよ。大学の論文でもないし、悠仁君みたいつきっきりの学者がいるわけないじゃないですか。そんな特権使えるのは悠仁君ぐらいですよ。それで東大に行かせようとしているのが、すごい滑稽だなって思うんです。これを東大が通したら、おそらく世界中の恥になる日本国民からも笑われると思いますよ。東大ってそんな大学だったんですかってなっちゃいますよ。日本のトップの大学ですから絶対やらないでください。東大のランキング下がりかねないですよ。そんな忖度入学をしたら。東大の信頼問題にもかかってくるから、ぜひともやめた方がいいんじゃないのかなって思います。その要因を作っているのは悠仁君、そして紀子ですからね。何をやらかしてくれてんだよと思うわけです。国民の邪魔しかしてないじゃないですか。そんな悠仁君なんですけど、論文も、散々疑問点をつかれてボロボロの論文なんですけども、職員さんからも結構心配されてるんです。職員さんも大変ですよね、ある意味。成績不振報道に紀子様の焦り、塾へ通うわけにもいかず、家庭教師をお探し、将来の天皇としての人格、素養を身につけていただくことが重要なんですけど、宮内庁関係者が言ってるわけですよ。身内からこんなこと言われてるんです。ご夫妻、特に紀子様の関心事は、悠仁君の学業成績に終わりのようですと。学業成績の前につけなければいけないこといっぱいあると思うんです。コミュニケーション能力とか、人徳とか、人を思いやる心とか、暴言吐かないとか、そういうことを教えてあげるのが一番いいんじゃないんですか。科目によってはどうやら芳しくない成績を収められたそうですと。特に現代文では赤点レベルとまで一部で報じられていました。まだ1年生ですし、悠仁君ご本人はそこまで気にされてないご様子。大丈夫ですか？気にしてないんですよ。国語って根本的な教科じゃないですか。国語得意な人、優秀な人多いですよね。赤点レベルまで取っちゃうことは他の教科にも影響があるんじゃないのかなと思います。大丈夫ですかと。紀子様、そうした報道がなされたことを含めて頭を抱えられていると。そんなことが宮内庁関係者からもうバラされてるんです。宮内庁関係者も大変だろうな。秋篠宮家を守れと言われてパワハラもされて、俺のようにブラックな職場で大変だろうなと。そもそも筑府校は定期試験の結果による順位付けが公表されてない点が国民と争わないという皇室の姿勢とマッチし、紀子さんのお眼鏡にかなった背景があると。いや、東大の進学率でしょにもかかわらず成績は振るわないという報道がなされることで、久仁君に世間の目が向けられることはふさわしくない、だけではなくて、学業不振のイメージ先行は後々の大学進学にまで影響を及ぼす可能性がありますと。いけるわけない、逆立ちしてもいけないと思われてるわけですよ。それで東京大学に行ったら相当批判されるのは目に見えてますよ。それだけに紀子さんの焦燥ぶりは配信だろうと。やめといた方がいいのに分からないんだろうね。かわいそうに。お立場上、筑府校の他の生徒のように塾へ通うわけにもいけませんから、以前より宮邸に家庭教師を招いて悠仁君の学力の底上げを図られてきました。ただ、成績が伸び悩んでいる現状に最近になって、紀子は新しい家庭教師をお探しになっているとも聞いてますと。家庭教師に関しても、すごい変な指示飛ばしてるんだろうなって思うんです。まあ、紀子さんも特に勉強ができるわけではないじゃないですか。その指示は間違ってるわけですよね。おそらくね。まあ、紀子さんセンスがあるとも思えないので、暗中模索しまくってるんでしょう。だから間違った教育方針であったり、すごい高い山登らしてましたよね。教育のためとか言って。間違ってますよね。一人管理者養成学校ですか？勉強の方針について、紀子さんと悠仁君との間に立って、より密接なコミュニケーションを取る必要があるんでしょうと。ただ、そうした人物が簡単に見つかるかどうかと、多分見つからないと思いますよ。関係者からも呆れられてますよね。こんなんして何になるんだろうかと。それからこれですね。悠仁君が東大にも特別扱いで入ることになれば、日本の皇室は国民の支持を失う恐れがあると。皇室というよりは、秋篠宮家なんですけども、紀子さんは愛子さま以上に悠仁君が将来の天皇にふさわしいと、世間を納得させなければならないとお考えになったんではないでしょうかと。その箔付けの一つが学歴だったんでしょうと。この時点でずれてるわけですよ。悠仁君が例えば東大に進学されれば、史上初の東大出身天皇になって、国民も信頼を厚くするかもしれないと。偏差値で人は動かないですよ。そういうふうに思ってほしいね。そのためには、高偏差値の高校への進学が必要でしたと。そして導き出せたのが、筑府校という選択肢だったんでしょうと。実力1点だったら、まだ評価されると思いますよ。裏口入って喜んでる人を誰が支持するんですか？彼らの公務は言葉も薄いし、心の中に入ってこないんですよ。ハリボテはまたハリボテを求めていくんでしょう。国民には寄り添えないだろうっていう悠仁君を誰が天皇に置きたいのかな。それこそ皇室の終わりなんじゃないのかなと思うわけで、悠仁君を天皇に置きたい人は閉じ狂ってるのかなって思いましたけど、ありえないでしょう。で、こちらですね。悠仁君のトンボ論文発表、大学の推薦入試用の実績作りの声が、なぜ秋篠宮家は批判を集めてしまうのかと。ご一家の事情を知る関係者によれば、紀子さんはこんな本音をですね、漏らされていると。つい先頃、皇室は近いし、人たちの回顧で特定の新聞を読むと、いろいろ見出しが載っていて辛くなりますとおっしゃった。これはつまりご一家に批判的な週刊誌の新聞広告を目にするのが嫌だという意味ですと。長きにわたって取り組まれているですね、手話に関する記事など新聞そのものはお読みになりたいそうですが、自分たちがすごい活躍しているのは大好きなんでしょうね。でもよく考えてくださいよ。宮内記者会があるわけでしょ。紀子さんとか、美手子が流してるわけでしょ。それで出た記事をありがたって呼んでるわけですよね。空虚ですよね。何求めてるんですかって感じですけどね。第三者視点から見てほしいですよね。その行動って何になるんですかねって思いますし、ヤフコメとか見てほしいですよね。どんだけ批判があるかってわけですよ。みんなそれに冷めてるんですよ。気づいた方がいいんじゃないのかなって思いますけどね。まあそれからですね。浪人も留年もできないと。悠仁君が4月から高校3年生、大学選びで宮内庁が最も心配していること。こういうことを言われてるんです。東大については紀子さんがとりわけこだわりを見せられているとの報道もあったかと。困り果ててるんじゃないのかな。まあ、宮内庁の関係者で言うと、キャリアとかだったら東大とか多いと思うんですけども、よく分かってらっしゃると思うんですよね。自分も受けてきたことがあると思われる、すごい賢い方だと、お勉強もされてきた方だと思いますので、そんな方が言ってるわけですよ。すごい説得力があるなと。宮内庁の関係者から、推薦ともなると、数学オリンピックに出場したレベルになるとの指摘があって、無理ですよ。悠仁君は数学オリンピックに出場したレベルなんですかと。どう考えても違いますよね。足し算間違えてたじゃん。推薦ではなくて、通常の東大についてもなかなかハードルが高いようだ。推薦はもう無理で、一般も無理でしょって言われてるわけです。東京大学に関しては。推薦の頂点と言っても過言ではないですよね。数学オリンピック、科学オリンピックだから、前合格した子なんて、渋幕かな、超進学校ですし、スパコン作ったんですよね。そんな人たちですよ。化け物じゃないですか。天才中の天才ですよ。そういう人たちが行くとこであって、悠仁くんは職員さんに作ってもらって、砂利とか敷き詰めて、それだけで盆栽とか出して3歳からやってましたとか言ってますけども、ね、鼻で笑われるレベルですよ。宮内庁さんも呆れられてるんじゃないのかなって思いますし、無理でしょうと。ただ、繰り返すように、悠仁くんは高い目標を持って受験勉強を継続されてるようだと。東大の推薦だったら共通テストがいりますからね。でもねじ込むと思いますよ、結局。共通テストなんて関係ないでしょとは思いますけども、それでも絶対疲れますよね。後々ね。やはり共通テストの点数開示してくださいよみたいな言ったら見せてくるんでしょうから、その前に DNA ですけどね。そのまま勉強を進める中で、結果として高校の推薦枠を使っての進学ということはあり得るようですと。いや、無理。夢物語ですよ。浪人は NG ということがあるようですから、本番での一発勝負はできるだけ避けたいというのは普通に考えてあるんでしょうね。みんな一発勝負やってるんですよ。なんであんただけ一発勝負じゃないですか。推薦枠を使うのであれば、早慶上智あたりが当然候補にやってくるわけですが、なんで早稲田とか上智、慶応とか行くんですか。意味がわかんないですよ。学習院でいいじゃないですか。ここに来て、懸念材料として聞こえてきた点があるというと、宮内庁の関係者から聞こえてった懸念は、最初から国内の大学ではなく海外の大学に進学することみたいな話に展開してくるわけです。なんか偏差値の高い夢物語的な大学を並べてって、どこの大学も厳しいんじゃないのかなって思いますね。さあ、悠仁くんの進学はどうなっていくんでしょうか。かなり絶望的だと思いますけど、そんな絶望的な悠仁くんを推薦で入れたら絶望的な批判が待ってるんだろうなって思いますけどね。以上です。それでは皆様ご一緒に、しかしお疲れ様でした。ありがとうございました。じゃあね、バイバイ。さよなら。